ってもらったタックのベルトがあるよね。え、そのベルト決定戦とかそういうのどうでもいい。田村代表、あのベルト俺によこせ。おい林さん、グレート、タックのベルト俺によこせだと。いいか、ヒートアップのタックのベルトはな、川崎市のヒートアップがこの川崎市を盛り上げるために作ったベルトなんだよ。そんなベルトをな、川崎市に縁もゆかりも思い入れもないてめえらなんかが巻いていいわけがねえんだよ。この光景がいつまで続くんだ。この団体に未来がないってことは分かったからな。おい、こうならば俺が行かせてもらうよな。荒井店長、俺はな、今日勝って一つ言おうと思ったことがあった。おい、それはな、次の防衛の相手お前を指名しようと思ったんだよ。いいじゃねえかこの野郎、お前から来るなんてな、気が合うな。何年も構想してるだけあるよ。おい、次の5月16日ここ新百合ヶ丘だ。そこでこの2本のベルトかけてやってやろうじゃねえかこの野郎。この日何の日、気になる気になる日、日ですからみんなが知らない日になるでしょう。この日何の日、気になる気になる日、日ですからみんなが集まる日が吹くでしょう。はい、皆さんこんばんは。はい、始まりました、プレイバック田村荒井健一郎。皆様、どうお過ごしでしょうか。今日もこのひろゆきスタイルで、お届けしたいと思います。プロレスリングヒートアップの田村です。イエーイ、パフパフ、どん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 。はい、ということでですね、皆さん緊急事態宣言どうお過ごしですかね。今週またね、この川崎もですね、また増えてきていますね。なんか今日は、100人超えてたかな。うん、どこまで増えるんでしょうかね。まあ、ねえ、こればっかりはもう、どうなの本当にな。まあでも我々はね、5月の16日新百合ヶ丘は、規制はかかっておりませんので、通常通りというかしっかりコロナ対策をやって、開催したいと思っております。はい。でね、さっきまでちょっとね、いろいろ調べ事をしてまして、どんなね、このライブ、視聴者が多いのをね、ちょっと見てみたんだけど、ツイキャスとか見てるとね、なんだこいつって、ただこうなんかぼーっとやってて、お前誰だよみたいな、なんかそのツイキャスでやっぱコメント来るじゃん。そもそも
おい、そんなの知らねえよみたいな、なんだこのしょうもない番組はっていうやつで、2000人とか見てんのね。あれ何なんだろうね、どういう仕組みなんですかね。私のところは全くね、やっぱちゃんとしてるとダメなのかな。なんかやっぱハプニング的なのはみんな求めてたりするんですかね。ねえ、ということでね、何のトラブルもなくね、私たちは行きたいと思います。今日はですね、ヒートアップ、なんと旗揚げ戦で行われました。田村、荒井健一郎対小高勇、宮本優子というね、旗揚げ戦メインの試合をプレイバックしたいと思います。まあ注目はですね、田村、荒井のですね、初タッグ。まあそれ以来ですね、まあタッグは組んで倒しました。プロレスラーなめちゃあかんよ、プロレスラー。ほらね、一発で仕留めます。はい、そう、あの田村荒井健一郎のね、タッグ、そして旗揚げ戦協力してくれたのが、私の盟友であります、ヤンキー二丁拳銃ですね、こちらも見ていただきたいなと思います。さあ、そしてチャットの方、あ、小磯さんこんばんは、竹坊さんこんばんは、ありがとうございます。キーちゃんこんばんは、あやちゃんこんばんは。二丁拳が出ると聞いて二丁拳出なくても来てね、寂しいからさね、そんなこと言わなくていいよ、うん。横地さんこんばんは、あ、くりくりさんこんばんは、ぶんちゃんこんばんは、あやちゃん、コメント拾ってくれる人は強いですね。私もコメントを拾いたいんですけど、書いてくれる人がいない。こういう場合はどうしたらいいんでしょうかね。相手にされない。皆さん相手にしてね、何でもいいからコメントしてね。はい。なかなかの反応。 あとね、今日スイプロ、YouTube で見ましたよ。小中ペールワン対ね、八尾健一、最高でしたね。爆笑しながら見ておりました。はい、名古屋もすごいね、コロナのね。愛知か、あ、名古屋か、どっちだ。まあでもあっちもちょっとね、増えてきてるんでね、皆さんぜひね、気をつけてください。あやちゃん、最近早起きで寝ちゃっててごめんなさい。何時起きなんですか一体。私はですね、いつもね、8時半に起きております。でね、もうね、おじさんなんで、目覚ましかけなくても起きちゃう。いっぱい寝ちゃいたいんだけど起きちゃうね。はい。あ、ちゃんこまさんありがとうございます、こんばんはです。はい、ということで、チャットの皆さんね、バン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 、出てる人は書いていただきたいなと思います。さあ、今日がですね、プレイバック最終回になります。田村対、荒井健一郎、5月の16日、ありますので、今日最後見てね、またワイワイしたいと思います。そして、後半には、5月16日の、新百合ヶ丘大会のガイドラインをね、また、皆様にお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あやちゃん6時半です。あら、6時半はまだ太陽は昇ってるんですか、夜中ですかね。小磯さん5時起き、あら、5時なんてね、あれですよ、生物は生きられない時間なんじゃないかなと僕思ってますけども、小磯さんは起きてる。さすがですね、働き者。いや、私も働いてないわけじゃないんですけどね。よし、
じゃあ試合の方、早速いきたいと思います。それでは、2013年1月31日北沢タウンホール大会旗揚げ戦、田村和弘、新井健一郎組対、小高勇、宮本優子のヤンキー二丁拳銃です。どうぞ。さあ、ここからは、コメンタリー配信をしていきたいなと思います。はい、旗揚げ戦の場所は、北沢タウンホールですね。まあでもほら、新井圭一郎と自分が同じコーナーにいるってのがなんか気持ち悪いね、今見てもね。はい、なんかモンチッチみたいな髪してるね俺。これなんだこのモンチッチ、これね、なんでモンチッチの髪型をしてるかというとですね、実はですね、髪をですね、あのカットモデルしまして新人のね、あの仲のいい美容師さんがね、あのただで切ってくれたんですけど、やっぱりですね、新人が切るとこうなるこうなりますねで、あの何人かね、僕のそのドクターストレッチ行ってた時のメンバーも同じ人に切ってもらったんですけど、みんな同じ顔になっちゃったっていうね、みんなモンチッチじゃねえかみたいな。はい、ユウコも変わらないね、ユウコ変わらないね、全然ね。おおいいね。これね、裏話をしますと、実はですね、まあここだけの話なんですけど、この旗揚げ戦、本当はねこれ1月なんですけど、本当は6月あたりかな、6月あたりの下北を抑えてたんです、実は北沢タウンホール大会ですね。で、実はですね、これのまあ1ヶ月前ぐらい、いや1ヶ月半ぐらい前かな、2ヶ月前かな、実はですね DDT の、高木社長にですね、私、呼ばれまして、ちょっとご飯食べに行こうよって言われて、ちょっと2人で食べに行ったんですよね、共同だったのかな。でその時にはもうね、私はスタイル E をやめて新しい団体で頑張っていきたいですっていう、ことでもう下北も6月に撮ってたんですけど、高木さんから田村君 DDT に来ないかっていうね、お話をいただきまして、で、高木さん、僕実はもう自分で団体やろうと思って、次もね、下北抑えてやるんですっつって、そしたら高木さんが何月だっつって、5月何日ですっつって、そんなに空いてないのって言ったんですよね。で、はい、その下北沢って多分ね、東京で一番人気のある会場だって言われてて、なかなか取れないっていうね、会場なんですけど、そんなに取れないって言われて、いやもう5月ぐらいまでもう空いてないんですっつったら、高木さんが携帯で調べてくれて、田村君1月31日は空いてるよっつって、どうする取っちゃうっつって、いやじゃあ取ってくださいっつって、本当は高木さんがねこの会場を抑えてくれたんですよ、実はね。だもしかしたら俺がその下北を抑えてなかったら、もしかしたら DDT に行ってたという可能性も僕は実はあったりするんですよね。竹坊さん、歴史を知ってから今の試合を見れるのはとても味わいが濃くなると思い、ありがたいです。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、やってる甲斐があります。
お、あ、タッチしたよ。気持ち悪いね、やっぱタッチ。タッチがね。さあ、この田村と新井健一郎というタッグ。なんか、コンビネーションとかやるのかな。さあ、しかし、ここまでのところ、なかなかのいいタッチワーク。おお、いいね。もうこの時から腕攻めは得意だったのね。やっぱりね、私ね、こうスパーリングしててもやっぱね、腕十字が一番得意でした、この当時はね。最近こう腕十字なんてなかなか取れないですよね。そういった場面は少なかった。おお、なんだ。おお、ああ、かわいい。ああ、おお、気合い入ってるね。旗揚げ戦だからね。はい、もしかして、あ、ダブルの攻撃やってる。うわあ、気持ち悪い。やっぱり誤爆したやん。さあ、ちょっとどんな空気が流れたか。あぶね、まあ、まだ仲間割れはしてないですね。クリクリさん、もしかして DDT が抑えたのに会場を譲ってくれた。いや、違うんですよ。DDT が抑えてるわけじゃ なかったんですよ。そのご飯食べてるの最中に、高木さんが空き状況をパッて見てくれて、で空いてたんですよね。で、なんかね、その時に話したんですけど、高木さんが、俺ね、なんか運があるんだよっつって、下北には取りたい日をパッてやったら、ね、結構空いてたり、その日だけ空いてたりするんだぜっていうね、謎の自慢話をされましたけどね。でも取ってくれたのは高木さんです。はい、平野社長、あ、平野社長、こんばんは、ありがとうございます。いつも毎晩来ていただいて。お、浜田子さん、田村さんと荒木さんタッグ。あ、こんばんは、こんばんは。浜田子さん、今日僕ね、スイプロ見てましたよ。YouTube で。八尾健一は面白いですね。浜田子さんのたこ焼き早く食べたい。来月行けるかな、6月の。おお、この攻撃かっこいいね、足攻めのね。そうなんですよ、私ね、やっぱね、キック得意としてたから、結構ね、足を攻められることが多かった。うん、おお、あー、ちょっと踏ん張りが効かないかな。あらー、やっぱ二丁拳銃はうまいね。あ、俺でもね、この有効とはね、結構ね、仲いいんですよね。なんか気が合うね。まあ勇が合わないわけじゃないんだけど、有効とはよう喋りますね。あいつね、いつも自慢話ばっかりなんだけどね。自慢話か、けなす話しかしない。でもね、ゆうこ、年は下なんでね、可愛らしいですね。うわー、はいね。平野所長、マットというかキャンパスが綺麗ですね。そうですね、ですね、このキャンパスはですね、まあ、この日から、ヒートアップ旗揚げ戦なんで使ったんですけど、こちらですね、売店を手伝っていただいているレオ様というですね、超お金持ちの元スタイルEの、まあ、選手でもあるんですけど、練習生時代にですね、ベンツを乗って練習に来るというような
めちゃくちゃな、レオ様という方がこのキャンパスをですね、なんと、プレゼントしてくれたんですよね。ありがたい。これでも20万とか30万するんですよね、このキャンパスも。それをね、こうプレゼントしてくれる、さすがレオ様。あやさん、宮本さんは確かに自慢話とけなし話しかしないですね。あやさんもそう言われたの。そういう話されたの。でもなんかね、あいつはこう悪気がないからね、可愛らしいよね、ゆうこうちゃんはね。この間ね、道場に来た時はね、永遠とね、バイクの自慢話を永遠とされました。ワンダーマン、レオ様、そう、レオ様、このレオ様キャンパスですよ、スポンサーレオ様っていうね。いやー、ちょっとね、このインサイドワークがやっぱり二丁拳すごいね。このモンチッチ田村が捕まってますよ、ずっと。今度は勇美が、うわー、流れるような、流れるような攻撃だね、勇美ちゃん、さすが。うわお、そう、パートナーなんだからね、新井健一郎。ちょっと、お、デスナイツ、ハロー田村さん、ハロー、デスナイツ、ディスナイツさん、毎晩毎晩 Thank you very much every day ね、ヒートアップ、オープニング、オープニングセレモニー、ファーストマッチ、ヒートアップグループファーストマッチ、ディスマッチね。あ、新井健一郎がいなかったのね。今有効にアックスボンバーかな。あ、ドラゴンスクリュー君、あお、いいね。これセコンド誰がいいんだろう。おお、この場面での登場の新井健一郎はあれね、ちょっとかっこいいね。うん、二丁拳強いな。お、ああ、いいね。おお、ビッグブーツなんてやってたのね。このなんだろう、毒が裏返ってた時ってかっこいいよね。このなんかヒールがこうターンしてこうベビーにねついてこう声援を浴びるって、やっぱちょっと男気を感じますよね。わあ、ダメか。平野所長、荒研さんが全然若くない。全然変わってないと思うのは私だけじゃ。確かにね、今の新井慶長とどう違うんだって言ったら全く分かんないよね。年を取らないってことでしょうかね、新井慶一郎は。おお、あ、すごい。うわー、イサミもさ、こんなに細いのにすごいよね。さあ、そして宮本有効が出てきました。おお、いいね、ヒールサポー。うわー、これ氷馬殺しって言うんですよ。出たー、スプリングエルボー。これ最近やってんのかな、有効ね。スプリングエルボーか、俺のウルトラタイガードロップかだよね。うわ、やるね。
あやさん、最近の宮本さんにはプロレスラーの動ける筋肉と飾りの筋肉の分類を聞かされてグッズを全色買わされます。あやさんね、訴えた方がいいよ、多分勝てるよ。あのね、二丁拳銃はね、グッズの売り方がうまい。イサミもそうよ。俺とイサミ隣にこう売店出してるとね、売れなくなってくると、イサミくんがあそこにいる人、Tシャツとなんとか買って もらうまで俺返さないからっつってね、パッつってね。本当にね、買ってもらうまで行くからね。イサミみたいな営業マン欲しいよね。わあ、これ大ダジメージ。竹坊さん、テッシー若い。確かにね、なんか青年っぽいね。あやさん、ハンドスプリングは今でも毎回やってますよ。あやさんは有効ファンですか、宮本有効。おお、新井健一郎ジャーマンなんてやってたんだね。おお、なんか友情のタッチみたいな。おお、これ今でもやってるよ俺。そして、あ、これも今でもやってるよ。あ、これも今でもやってるよ。8年前と変わんねえじゃねえか俺。あ、これも今もやってるよ。ミサイルキックでしょ。うわー、いいねー。あー、多分次ですコンビネーションいくと思いますよ。コンビネーションね。あ、違った。バックレッツキック。おお、立った。あー、でも膝かわいそう。あー、おー、アックスボンバーズ。足がダメなら腕いいね、アックスボンバーね。そして、おお、いい PK だ。テッシーのお尻が邪魔。お尻邪魔よ、テッシー。あ、あらららら。あー、ひどい。あいつらひどいね、見えないところから。うわ、うわ、おわ、ひどいひどいひどい。お、ジュニア、ジャストインタイム。ハロー田村、センキュー、ウェルカム、プレイバックヒートアップ、ジュニア、センキュー。あ、浜田子さん、氷魔殺しで思い出しましたが、うわ、綺麗なムーンサルトね。日曜日にはかる選手が浜田子に来ます。いらぬ情報ですね、浜田子さんね。何の引きもない、情報ありがとうございます、浜田子さん。多分日曜日に人が行かなくなると思うのでね。あんまりね、言わない方がいいかもしれない。あー、そして、あー、最高だね、このウルトラタイガードロップのね、一発逆転できますから。お、ジャーマン狙うのこれ。あー、何やってんだよ。おお、連携が決まったぞ。奇跡の連携ですね。いや、案外さ、この新井田村組って良かったりするんじゃない。
あー、これもやってるよ。足へのフットスタンプ。おーおー、そういえばこの技あったなって思い出すよね。そうだそうだ、ちょっと狙ってみようかな。あやさん、やだ、今も昔も田村さんかっこいい。あら、もっと書いて、もっと書いて、もっと言って、もっと言ってねえ。ちょっとモンチッチみたいで申し訳ないですけどね。あー、アンドレからの、うわ、高田信彦みたい。高田信彦じゃん、これいいね。平野社長、ちなみに田村さんはいつから今の筋肉増量というかモコモコ体型になったのでしょうか。昔結構細いですよね。まあ確かに多分ね、この時ね65キロぐらいかもしれないですね。あー、ねー、この時はもう増量はしてなかったんですけど、いつだろうな、でもここ最近また筋肉量は増えてますね。あのちょっと筋トレのね仕方を変えたり、まあサプリメントもちょっと気をつけて取ってるので、あ、確かに今これ多分65キロぐらいだと思います。このようなね、体型希望の方はぜひヒートアップ道場まで来てください。うわっ、これいいよね、痛いところをせめぎ合うっていう。うわあ、イラブパンチから、さあ、田村が満を持して、ああ、ミドルスペシャル、やばい。ああ、危ない危ない危ない。これは読んでいた。あとしかし、うわ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 、これなんかこの間見たぞ。今のカメラさんがとても見やすいのが分かります。逆に分かる。あ、道川さんのことかな。ああ、いや激しいね。新井慶長が助けに来てくれた。これちょっと分かんないぞ、分断されたぞ。セカンドロープ、このコーナーとかにセットして、うわー、金平みたいなことやりやがったこいつ。うわ、勝負に出てるな。うーわー、カレーライスが出ちゃう。浜田子さん、田村さん初めて見た DP 道場マッチの時は細かったです。翔太さん、あれが初めてなんですか。うーわ、危ない。まあ、あんた時はもう60キロぐらいしかなかったと思いますよ、浜田子さん。あああ、こんなの今やりたくない、こんなの。うわうわうわ、おお、あー、ひどい、あいつ。あー、ギリギリ、これはあの肩が上がってましたね、肩のね、うん、ギリギリ上がってました。あ、総会組屋さん、こんばんは。イサミさん細いんだけど、その分根性あるからな。そうね、悪ガキですからね。あー、ひどい。あー、負けてしまいました。イサミ足ザン、イサミ足ザンっていうあれなのかな。
いやでも若い試合してるね。まあこの時33歳かな。うん、だから勇くんは32とか優子は31とか、まあ油が乗りまくってる時ですよねこれ。勇細いんだけどね、このあれがね、キレがすごいねやっぱね。優子は優子でも安定感めちゃくちゃあるしね。まあちょっと私もまだ若かったですね。うん、まあこっからね。あ、このお尻出してるのがですねレオ様ですね。このキャンパスのスポンサーさんでございます。あんまりアップにしてほしくないな、これなんかモンチッチみたいなのね。いやこ、おーいい光景。あやさん、皆さんかっこよかったです、ありがとうございます。アックスボンバーズの絵いいねこの絵。またこの3人で組むときはあるのかね。うん、荒犬はどうすんだ。ああ、いやこの4人がでもリング上にあいるっていうのはまたあれだね。あ、これね、お礼を、うん、イサミがね、頑張ってねって言ってくれてるんですよ、ユウコウも。うん。そう、これ、ね、すげえ励まされてるからね、俺。いい光景だね。ちょっと感動しちゃうね。泣きそうだよ、今、俺。浜田子さん、いい試合ですね、荒犬さんとタッグいいんじゃないですか。で、案外あなしではないよね。お、荒犬もね声を、いやこんな光景握手すんのかなこれ。うーわー、握手した。うーわー、こんな光景見れるのかな今度の新ユニとかで。うわやばい、ちょっと感動してる俺。まだ勇さんねだった頃は、あ、ちょっとマイクを聞きましょうか。爽快組合さんすいませんね。僕はまだこれしか力ないんですけど、このヒートアップを大きくしますんで応援よろしくお願いします。あ、もう歓喜は待ってますね。恥ずかしい、恥ずかしい。はい、もうこっからですね、もうナンパ戦がですね、出航いたしましたからね。あの、僕は絶対負けません。だから宮本優子も勇を絶対追いついて、そして絶対勝ってみせます。おぉ、皆さん、ヒートアップ、僕と翔太しかいませんけども、すぐいなくなるけどね、この家大きくしてみんなが幸せになれるような団体にしてみせます。またヒートアップをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。バカいね。うわー、こっからヒートアップがねスタートいたしました。これはですねちょっと感動するけど恥ずかしいね。いやーこれはやばいね、恥ずかしい。
はい。はい、ちょっと見入ってしまいましたけど、見ていただきました。ちょっとチャットの方ね、ごめんなさいね、あの見入っちゃって、浜田子さんまで読んだかな、ハラケンさんとタッグいいじゃないですかね。そう、なしではないかなと思った。うん、なんかやっぱりこう、まあ新井健一郎もはぐれもんだけど、俺もはぐれもんなんだよね。うん、だからこうやってヒートアップ旗揚げしたわけだから、まあ、まあ皆さん知らないと思うけど、まあもともといたね、スタイル E っていう団体、俺翔太、柴田正人、武田正史、那須幸太郎がねいたんですけど、やっぱりちょっとね意見がね合わなくて、こうもう喧嘩別れみたいになっちゃったんだよね。でまあ俺はやっぱプロレス続けたいし、うん、もっと日照譜だけでやってたらやっぱプロレスで飯食えないから、いやもうだったらもう勝負しますっつって、まあ自分一人でもいいからやろうと思ったら、まあ翔太はついてきてくれたけどね、まあ、すぐいなくなっちゃったけどさ。でだから同じはぐれ者同士、気が合うとこまでいかないけど、だから同じ磁場があるんだろうね、俺と新井健一郎の。だからこそこうやってもう十何年も構想してるのかもしれない。うん、だからなしではないね、浜田子さんね。キーちゃん、貴重な試合を配信してくださってありがとうございました。すごく良かったです。良かったですね。私もちょっと感動しちゃいました。キーちゃん素敵です。総会組合さん、なんか3人集まるとコンビニの集会に見えた。俺はそんな悪く見えないでしょ、あの2人でしょ、ねえ、アイドルに近づきたくないよね。はい、キーちゃん泣けます。総会組合大丈夫です、泣けるマイク。いや、あやちゃん泣かない。もうあの時はね、もう泣いてしまいましたね。なんだろうな、もう本当にね、協力してくれた新井健一郎、そして二丁拳銃ね、3人よくこう自分のために来てくれたなっていうのでね、あとまあそれを応援しにこの北沢タウンホールがなんと、もうチケット売れないぐらい完売しちゃって、当日ね来てくれたお客さん何人か帰っていただいたお客様もねいらっしゃったぐらい、なんか応援に来ていただいたんですけど、まあ、まさかまさかのね、こっからスタートダッシュできるだろうって旗揚げ戦超満員で思ってたんですけど、まあまさかのね、もう前途多難。チケット売るのってめちゃくちゃ大変なのね、全然お客さんがね入らなくなってきて、いやーよくここまでね生き残ってるなと、昔思い出して、その8年前のね自分に言うんだったらね、ちょっと考え直せって言ってもいいぐらい大変なこの団体運営ですよね。はい、ぶんちゃん、新鮮さがいいですね。今はないですか。まあ今年取っちゃったからね。俺も新井健一郎も40になっちゃったからね。はい。あ、結構みんな書いてくれたね。ありがとうございます。たっかん、今はもうあの純粋な気持ちをお持ちでしょうか。あるわ。今はね、最後マイク言ってたけど、この家を大きくしますと。で、本当に大きくなって、事務所もね、ここ事務所だし、道場もできてね、そして今はやっぱ金平とか、井槌、ライム、慎吾、まあ塾長もそうですよね。まあ家族もできたんで、です。やっぱ
ちょっとお父さんになった気分ですよね。だからやっぱ守っていかなければいけない重圧を今感じながらやっております。はい、昔も今も気持ちは変わらずやってますよ。あの翔太さん、翔太さん、はい、別に君は求めてないけどっていう人じゃないですよ。 あれ瑛太さんか。瑛太と翔太違いでしたね。失礼しました。はい、ちゃんごまさん、ういういしいな。まあ若いですからね。ちゃんごまさんもそういう時期あったでしょう。8年前の写真見返してみてくださいね。ういういしいなってコメント出ますよ。小磯さん、肩がすごい。肩が何ですか。どうしたの。肩がホークウォリアーみたいになってるってこと。違う、肩が。別に打ったりはしてませんからね。ステロイドとか一切やったことありませんから、はい、勘違いしないでください。文ちゃん、エンディングは変わらないのね。あ、ヒートアップの曲ってことかな。ね、あれ僕大好きなんでね、変わらず、はい、続けてます。ルイさん、この頃からずっと頑張ってきたんですね。かっこよくなりましたね。違う、あの時はこの試合は美容師さんが悪いからね。見習いの美容師さんにやってもらって、ただだから儲かったと思ってやってもらったね。ドクターストレッチもみんな髪型してるから、モンチッチヘアね。はい、あやさん、恥ずかしくなんてないですよ。私には全部かっこよく見えました。あやさん、ありがとうございます。そんなね、あやさんみたいな方が一人でもいる限り私は頑張りたいと思いますけど、新百合ヶ丘のチケットがまだまだいっぱいあります。それをなんとかしてください、あやさん。はい、総会組合祭、今も込み上げてますね。あ、俺がってこと。いや、もう込み上げてますよね。えちょっと泣きそうになりましたね。平野社長、まさかこの団体と関わるとは、人生わからない、面白いですね。平野社長、本当にわからないですよね。まさかね、下北で旗揚げして、まあ、帝国データバンクからね、調査依頼が来るなんて全く思ってないですからね。帝国データバンクから、調査が来た時は、やべえ、俺もう逮捕されるんじゃねえかって。帝国データバンクなんか謎の組織にこれ抹殺されるのか、株をなんか取り上げられるのかってちょっと不安でしたけど、まさかね、平野社長との出会いがこんな素晴らしい出会いがあると思えませんでした。ありがとうございます。はい、総会組合さん、今やマットポ、いや、なあ、ね、気をつけた方がいいよ本当にね。マットはね、本当にね、怒るからね。俺めっちゃ怒られるからね、こう、あいつ後輩なのに。そう、文ちゃん、初心に戻りますね。そうですね、ちょっと今日これ見てよかったかな。俺もちょっとね、初心にちょっと心が現れた現れたっていう、こう洗う方ね。やっぱいいね、若いってね。お、ナスリン、今日は天竜プロジェクトでした。お疲れ様でした、ナスリン。あれですよね、マモス佐々木さんと初対戦だったんだよね。マモスさんどうでしたか。僕マモスさんも大好きですよ。すごいね、可愛がってくれますからね。はい、まあこの2013年はね、俺とナスリンは口も聞いて聞けない中でしたよね、ナスリンね。どんだけ、まあで、
仲が悪かったかっていうのをね、本当みんなに見せてあげたい。まあ仲が悪いというか、まあプロレスの価値観の違いだから、仲が悪いっていうわけじゃないよね。まあでもこの間ね、あのナスリンがあの合同練習に来て、その井槌とかライムとかをね、あのアドバイスしてる時は、俺はもう、ああうんうんって、もうその通りだと思って、ナスリンもやっぱ成長したなと思いました。まあ私もね、あのちょっとは心広くなりましたよ。ワンダーマンさん、すぐいなくなりましたね。翔太ね、翔太ね、調子いいからね、今は多分ね、まあ、DDT さん、ガンプロか、ガンプロさんも入って、まあ、いろいろ経験して、多分俺の気持ちとかもちょっとは分かってくれたと思うんですけど、まあ、あの時も翔太、まだ23歳とかじゃないかな、多分。10歳ぐらい多分違うんだよな、ナスリン。あ、じゃあナスリンじゃねえ、翔太と違ったっけ。でも翔太20まあぐらいなんで、まあいろいろ経験したいっていう気持ちはすごい分かります。あの時ね、こっち行ったりあっち行ったり、そっち行ったりあっち行ったりね、いろいろしてたんで、まあその気持ちもね、今は分かります。当時は何やってんだあいつはって思いましたけど。ねえ、いろいろ経験したね、翔太ね。テッシー懐かしいな。テッシマー、テッシマーね、やってくれたな。はい、爽快クリアイズ。北沢タウンホール懐かしい。そうですね、またやりたいな。ケータケータ来たよ。ケータさんって誰や、誰ですか、ケータさんって。何ケータですか、矢野ケータさんですかね。爽快組屋さん、いや逆に8年前の自分には大変なことばかりが続くけど、今は立派な一国の主となってるんで、頑張れって言ってあげないと。あ、俺のこと。8年前の自分には大変なことばかり続くけど、今は、いやーでも、今も今で大変よ、本当に。あのね、立派な一国の主という言葉だけはね、なんかいいんだけど、まあ、昔も大変だったけど、今も本当大変よ、このなんだろう、プロレス運営っていうのかな。まあ、自分はまだね、現役やりたいんでね、どうしても運営をというよりかは、やっぱトレーニング優先してしまうのよね。だからやっぱ井槌とかが強くなってくると、やっぱね、いや俺もまだ負けたくねえと思って、それ以上に練習しちゃうのよ。だからね、運営弁でね、多大なる方々にご迷惑をおかけしておるので、この場を借りてお詫び申し上げます。本当にね、細かい作業をですね、いろいろ振って申し訳ございませんでした。まだまだ振りますので、すいません、覚悟をよろしくお願いします。いやでも本当に助かってるんでね、スタッフの皆さんありがとうございます。もうちょっと現役やらせてください、私も。はい、おトゥーリオ、ゲッターロボはいい曲ですよね。そうですね、影山博信さん。本当は使っちゃダメなんだろうけどな。まあでもね、俺大好きなの、やっぱこの曲聴くとね、テンション上がるから、やっぱこういう配信とか、DVD とかにしたらね、やっぱ使えないんで、そのうちね、オリジナル曲とか、今8年か、例えば10周年とか、ヒートアップ10周年とかには、オリジナルのね、曲を、スピードの皆さんに歌っていただきたいなと。
今井さんにね頼んでね、スピードの曲ね、ヒートアップの曲作ってくださいっつってね、お願いしたいと思います。はい、ナスリンでかかったです。あー、でかいよね。マンモス佐々木さんね、時間が解決しますね。まあ価値観が合ってくるんだろうね。まあ、その時はやっぱ若いから、やっぱ俺がだよね。プロレスラーだもん。だってそれはやっぱ仕方ないと思う。うん、俺もそのリーダーっていうよりかはやっぱ1プレイヤーの方が強かったから、やっぱぶつかるよね、そういうわらね。うん、文ちゃん、今日は翔太対荒研戦でしたね。あ、そう、すげえ気になるのは試合、荒研が勝ったのかな確か。うん、いやね、ちょっとどんな試合したかちょっとね、研究したかったね。うん、トゥリオン、我がサークルの先輩がご迷惑をおかけしました。誰や、サークルの先輩って翔太ってこと？あいつ確かセック鈴木っていう名前でやってたんだよね。ねえ、セック鈴木ね。そうそうそう、俺もね、家の前がね、実は大学で、もう子どもの頃からね、実はね、学生プロレス見てたんですよ。でね、ある日ね、学生プロレス見に行った時に、これね、まあ後で三富君から聞いた話なんですけど、三富君がなんか、やっぱりスタイルいいの田村が来てるよっつって、なんか出場する学生にこう言ったらしいんですよ。僕ちょうど見に行ってて、やばいよ、田村が来てるっつったら、なんかみんな控え室がピリついたというね、話を三富くんから聞きましたけど、別に俺はあいつらどんなことやってんだろうとか、そんな目線じゃなくて、本当に学生プロレスが面白くて、コッペパンベイダーとかね、大好きでした。はい、本当に好きで見に行ってたんで、はい。総会組合さん、今では大変なんだ、そうなんだ、田村さん、根が明るいから気がつかなかった。はい、これはですね、表の顔で、裏の顔はですね、もうなんか、こんなになってます。ずっともうこんなになってます。大変なの、本当に運営。本当に大変なの。うん。平野社長、本当です。うちはもういいで。もういい。竹本さん、いいですで、ね、スピード。ね、スピードが出てきた時には、ぜひ、ヒートアップのね、応援歌を期待しましょうね。はい。まあ今井さんもね、とてもいい方なので、きっと乗ってくれるんじゃないでしょうか。もしね、この話乗らなかった時は、ライムを使ってですね、ライムに泣きついてもらおうと思います。お母ちゃん、お母ちゃん、ヒートアップが倒産寸前なんだよっつって、これを手話でやってくれっつって、ね、ライム使って、ね、スピードを動かしたいと思います。トゥーリオ、プロの方が会場にいらっしゃると確かにピリつきます。特に町田、あ、町田もやってるよね。俺町田も見たことあるよ。あそこのね、ちょっとこう段差ちょっと低くなってるとこだよね。うん、あそこはね、やっぱ竹ちゃんね、竹田正史とか石川さんもねいるしね。うん、やってればやっぱ 見ますよ。プロレス、プロレスならプロレス好きだもん。好きだからやってんだもんだって。うん、だからやっぱ見ますよ。うん、それもね、別に楽しんで見てるから、全然ピリつかなくていいよ。注意しに行ってるわけじゃないからね。うん。総会組合さん、そんなしょげてる顔の時に、
相談できる方はいるんですか、それとも頑張るだけ、自分で頑張ってる感じですか。おお、なんか人生相談みたいになってきましたね。そんなに、しょげてる時はですね、私ひたすらですね、動画を見てますね。クレームを言う親父とか、キチガイのおばちゃんとかの動画見てあ、こんな人も生きてられるんだって思うと元気が出ます。はい。あと煽り運転とかねそういうの見ると元気が出ます。はい。ワンダーマンさん、いつか影山ひろのぶさんに生歌歌ってもらいたいですよね。影山ひろのぶさん、そんな、いや、ワンダーマン、こんなこと言っちゃダメだよ。今ここはあれでしょう、あ、いつかスピードにリングに上がってもらいたいですよね、ですよ。今スピード推しなんですから、ワンダーマン、空気読めないな。だからガンプロクビになっちゃうんじゃないのねえ、影山博信さんが出てきたらもうらいことになるよね。でも影山さんの歌声はめちゃくちゃ好きですよ。ドラゴンボールとかね、めちゃくちゃかっこいいですよね。なるほどはい、まあそんな感じですかね皆様はい、それではですね、今日がラストになります。5月の16日はい、もうあと何日、木金土日、あと4日ですね。あ、そう、スピードいいですよね。あ、ダチさん、こんばんは。多分今来たんかい。感動の、今日はね、ハンカチなしでは見れませんよ。今日のね、アーカイブで見てくださいね、ダチさんね。はい。あと4日に迫りました。はい、新百合ヶ丘のカードをもう一度、皆さんお伝えしたいと思います。第1試合、渡辺宏対ユーマ24。第2試合、ジョー・アキラ、ドランク・アンディ対鈴木慎、今井ライム。第3試合、下村大輝、上野正人、中野貴人対伊藤貴文、ホワイト・森山、慎吾。今日慎吾とね、あの競輪、川崎競輪の方、行ってご挨拶してきました。なんかいろいろご協力していただけそうなので、プロレスと競輪ね、つながっていきたいと思います。はい、そしてヒートアップユニバーサルとタッグ新王者決定戦、井筒哲也、大和博士対加賀谷、渡辺相馬、大注目ですね。今日ね、大和さん、あの練習に来てくれて、また井筒とバチバチやってたけど、いや、この2人強いよ。俺自信持って言えるわ。この井筒大和さんね、今強い。そして練習を多分プロレス界でももう 1,2 ぐらいやってると思うから、体力でもね負けないと思う。ただやっぱクセモノはこの和林さんというか、僕は渡辺相馬くんの方がね、ちょっとクセモノじゃないかなと思っております。はい、そしてメインイベントが今日も、見ていただきました田村対新井健一郎の2冠戦、いよいよあと4日と迫りました。ぜひ皆さんね、楽しみにしててください。5年半経って2人が、どのような試合をするのか、ハードル上がっておりますが、しっかりと勝って、締めたいと思います。はい、そして、はい、こちらもあります。試合はですね、1時からなんですけど、大会後の5時からはヒートアップ道場発表会格闘技部門が行われます。グラップリングトーナメント9名ですね。あ、じゃあ10名か。10名参加のグラップリングトーナメント、そして立ち技ワンマッチが4試合ありますので、ぜひとも、こちら無料で見れるので、ヒートアップ道場がどんなことやってるのかね、見に来てください。はい、そして、先にお知らせの方行っちゃおうかな。
はい、新 T シャツ、はい、こちらのカラーの T シャツが、新百合ヶ丘大会より販売になります。お値段が4000円、3500円じゃなくて4000円ですね。はい、すげえカラフルだねこれ、いいね、欲しいな俺も。はい、そしてあ、マスクですね、夏用、あ、ごめんなさい、T シャツは3500円です。こちら3500円になります。はい、そしてマスクは1500円、夏用仕様となっており、あ、夏用仕様ではないそうですけど、まあね、爽やかに白でいかがでしょうか。はい、あ、19時からになってる、そう、あ、違う、なってないよ、よく見てください、5時からになってますよ。まあ、遠くから見るとあれだね、19時だけど、よくこれダッチさん近くで見てください、17になってます。確かに遠目から見ると19だこれ。はい、5時からです。はい、いや、総会組合さん、デザインかっちょええ T シャツ、誰がデザインしたんだろう、知らない人ですねすいませんこれのね、新しいカラーですね。はい、名もない、名もなきこうデザイナーさんがしっかりねやってくれましたよ。はい、それではですね、ガイドラインの方来てくれてる方、まあいつものことですが、ぜひ聞いてください、大事なことなので、ガイドラインの方ご説明します。はいはい、大会開催2週間以内に、こちらの該当する人は入場をお断りいたします。平熱を超える発熱 37.3 度以上、咳くしゃみ喉など、風邪の症状のある方、だるさがある方、味覚症状のある方、体が重く感じる方、コロナ感染者と濃厚接触がある方、身近に感染が疑われる方がいる方、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航がある方、こちらの方はですね、入場を制限しております。まあ要は体調悪くて無理に来ないでくださいということですね。あとは濃厚接触と疑われる方もちょっとご遠慮ください。ご高齢の方、基礎疾患をお持ちの方、妊婦の方など体調に不安のある方はご無理をなさらず慎重なご判断をお願いいたします。はい、そしてご来場いただいた皆様、しっかりマスク鼻まで隠してください。はい、そして入ってくるときには、消毒ですね、ご協力お願いします。はい、でくしゃみなどの場合は、咳エチケットしっかりね口元何かで押さえてください。はい、でチケットはですねこちらの方で、誰が来たか把握しております。はい、もしね感染者が出た場合には、感染経路追跡のために利用し、必要に応じて保健所の、公的機関の提供を行う以外、他の目的では使用いたしません。はい。で、ご入場いただいたときに、検温させていただきます。非接触体温計で 37.3 度以上が、3回出ましたら、接触型体温計で測らせていただきます。こちらでも 37.3 度以上があると、感染の方を断りさせていただきますのでご了承ください。はい、そしてですね、ヒートアップでは、タオル、アルコールが消毒を染みさせたタオルをですね入り口にあります、一応靴底の消毒を行ってください。あと並ぶ際にはソーシャルディスタンスですね。ぜひねグッズ売り場も、案外
やっぱどうしても並んじゃうんですけど、ぜひ皆さんの方でソーシャルディスタンスの確保をお願いします。はい、そして、大声での声援や応援は禁止となります。そして選手へのタッチも禁止、選手の入り待ち出待ちも禁止です。写真撮影、サイン、握手などのご依頼もご遠慮ください。これ、グッズ買ってきていただいた方には、ツーショットはダメなのかな。はい、まあ、ツイッターなどでグッズ、買った場合ね、ちょっと対応させていただきますので、そちらをご覧ください。あ、多分ね、ダメだったと思う。ただそのグッズ買っていただいた方は選手の、写真撮影は OK です。はい、選手へのプレゼントなどはですね、辞退させていただくんですが、皆さんね、本当に心からね、応援してくださるので、持ってきていただける方もいらっしゃるんですけど、受付に置いていくいただけると、渡していただけると後で僕らいただきたいと思いますね。はい、選手とのツーショット撮影の件で今情報が来ました。ツーショットチェキ券をご購入、ツーショットはツーショットチェキ券かスタンプ、が満タンになった方はツーショットできます。スタンプは全終了後、ツーショット撮影、握手、差し入れの手渡しはご遠慮ください。はい、売店以外でのサイン撮影はご遠慮ください。列に並ばれていても途中、時間により途中で終了する場合があります。状況により選手が売店へ入れない場合がございます。チェキくじは代わりにスタッフが引かせていただきます。はい、こちら売店のガイドライン、SNS でヒートアップ SNS に出てますのでぜひ見てください。はい、皆さんあと水分補給ね、しっかりとってくださいね。水分補給する場合は全然マスク外して飲んでいただいてもいいんですけど、そしたらまたすぐね、マスクの方してください。はい、イベント当日は他のお客様の近距離での、会話集団撮影などをご遠慮ください。横断幕完備テイクは禁止となります。体調崩された方はスタッフに言ってください。2週間以内に新型コロナウイルス感染症感染が確認した場合では速やかにご連絡ください。はい、ヒートアップの選手、もですね、今どうなるかわからない状態です。ありましたら、しっかりとご報告いたします。ご来場されたお客様、しばらくの間はチケットの半券の保管をお願いします。その他、感染防止のため、そちら指示に従っていただき、感染防止を意識した行動、ご協力をお願いします。はい、安全確保の妨げになると判断した場合には退場をお願いします。はい、もうマスク俺はしねえぞとか、俺は声を出すぞとか、いう人は、ご退場いただきますのでね、皆さんご了承ください。ご来場者に新型コロナウイルス感染の発生した場合における保健所の聞き取り調査のご協力をお願いします。はい、こちらも、出た場合保健所の方に報告させていただいて対応をしますのでご協力の方お願いします。はい、そして会場なんですけど、ソーシャルディスタンス確保のために、間隔を空けております。はい、で ご入場の際にはチケットもぎりをご自身の方でお願いいたします。そして手指の消毒もご協力お願いします。はい、で試合の合間、館内の消毒リングしっかり消毒いたします。館内の空調、
換気するために窓は、ドアですね、開けっぱなしとさせていただきます。そして、帰省退場を行いますので、試合終わってもそのままリング上でお待ちください。会場内でのチラシは手渡ししてません。配布を行わないんですけども、置いてあるのでぜひ皆さん持って帰ってください。感染防止のためスタッフもマスクを着用し、必要に応じフェイスカバーや手袋を着用いたします。また検温の実施込めの、手洗いうがい、手指消毒、咳と、あれですね、お客様と一緒ですね、しっかりやりますよ。はい、というのがガイドラインになります。聞いてくれてありがとうございます。はい、今ね増えてますから、本当にどうなるか分かりませんが、しっかり対策をして皆さんが、楽しんでいただけるね、大会を行っていきますので、よろしくお願いします。あと もう一つ すいません皆さんにお願いなんですけど、アンケートをですね、ちょっとやっていただきたいので、選手のイメージアンケートをちょっと集めております。なので、もしかしたらお願いすることがございます、お願いすることがあるかもしれないんで、その時はぜひご協力の方よろしくお願いいたします。さあ、そして5月が終われば6月にスポルティーバー、あります。はい、でこちらですね、スポルティーバ大会、チケットが残り、20枚しかなくなっちゃいました一気に売れちゃいまして、まあ、50席限定なんですけど、あと残り20枚しかなくなりました。ぜひ皆さんね、名古屋お考えの人は早めに、ご購入の方をお願いします。はい、そして等々力アリーナ大会もありますので、ぜひ、皆さん注目していてください。こちらがですね、今年最大のビッグマッチになっております。はい、あと、もう一つね、お知らせしたいことがあって、そう、サンキューキャンペーン、タオルありますか？タオル。そう、サンキューキャンペーンやってまして、はい、チケットの半券ですね、3枚、持ってきていただきますと、なんと、じゃじゃーん、こちらの、かわいい、じゃーん、ヒートアップタオル、これなんともらえるんですよ、半券3枚でね。もう集まってる人もいると思うんですけど、ぜひね、受付まで半券3枚持ってきてください。このタオルもらえるか、あー気持ちいい。あ、これ私1個もらおう。あー、これありがとうの意味を込めてプレゼントしますから、ぜひぜひね、新百合ヶ丘大会楽しみにしててください。はい、ダチさん、名古屋のファンの方々も待っててくれたんですね。そうなんですよ、もうね、発売初日にですね、結構ガン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 ってこう、予約が来まして、本当にありがたいですね。うん、名古屋また行けるのも楽しみなんですけど、今またね、愛知がちょっと増えてますから、そこが心配ですね。みんなで、ね、頑張ってもらいたい。はい、This night すごい。お、oh! Do you want this towel? チケット、3チケット集める。集めるってなんて言うんだろう。3チケット 1,2,3 Please、Please Present for you 3チケット、ヒートアップ3チケットね。はい、
プレゼンツ、オブリガードタオル、オブリガードね、はい、デスナイツさん、ぜひね、ジャパンに3 time please come here はい、デスナイツ、デスナイツ、センキュー、最後まで、ラストまで、センキューね、はい、まあそんな感じですかね。あ、もう12時になっちゃうはい、クリクリさん、コレクト、あコレクト、うん、3ヒートアップチケット 3コレクト、プレゼント for you this towel OK this night Thank you towel ね、汗かいてきちゃったはい、ということで、皆さん新井健一郎とのね、試合楽しんでいただけましたでしょうか。日曜日はもっと楽しい、試合をお届けできると思います。コンディションもバッチリなんで、ぜひね、新百合ヶ丘大会、皆さんチケットまだの方はオンラインストアにて販売しております。ぜひぜひ、見に来てください、お願いします。 Yes, Fan Japan Open、Open Up、Will be Oh I hope meet you、to meet you ね、はい、ということで、今池俊太さん、こんばんは。もう終わるわ。もう、あ、今池俊太さん、今日、コナペ対、八尾健一、面白かったね。俺、ちょっと見てて、爆笑してました。はい。はい。ということで、あ、楽しみです。ありがとう、クリクリさん。はい。じゃあ、今日は、これで終わりましょう。次の配信は、いつになるかまだは決まってませんけども、またね、皆さんと楽しく、チャットなり、そしてこの、子守歌のようにね、私の声を聞いていただけると嬉しいです。はい。それでは、5月の16日、今週日曜日、新百合ヶ丘でお会いしましょう。それでは、皆さん、おやすみなさーい。いいじゃねえか、この野郎。お前から来るなんてな。
気が合うな。何年も構想してるだけあるよ。おい、次の5月16日ここ新百合ヶ丘だ。そこでこの2本のベルトかけてやってやろうじゃねえかこの野郎。